はい、どうもボーイです。ということで、本日は最近購入した洋服があるので、そちらを紹介したいなと思うんですけど、多分まだ YouTube で誰も紹介してない、ブランドだと思うんですけど、皆さんクリエイティブドラッグストアって、知ってますか？まあ、略すと CDS とも、呼ばれたりしていて、まあ、多分ヒップホップとか聞く人だと、もしかしたら知ってる方もいると思うんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、ストリートブランドというよりは、クリエイティブチームみたいな感じで、ラッパーが在籍してたりとか、あとはビート作る方とか、デザイナーとか、まあ、映像を作る方とか、まあ、いろんな人が、在籍していて、まあ、そのクリエイティブチーム一つでもう何でも作れちゃうっていう、まあ、すごいチームがあるんですけど、まあ、一応代表的なメンバーで言うと、自分も大好きなラッパーのビムとか、あとはババとか、あとは、ビムについては、まあ、2年前ぐらいからソロとして、本格的にやってるんですけど、もともとは、ユニットとしておとぎ話ズっていうユニットを組んでたんですけれども、まあ、そのユニットのメンバーの、まあ、インディーとか、あとは映像を作るヘイユーさんという方とか、まあ、いろんな方が、いるんですけれども、まあ、音楽活動だけじゃなくて、定期的にイベント開いたりとか、あとは、アパレルも出してるんですけど、まあ、このアパレルがねすごい人気で、もう毎回出るたび、まあ、即完売するほど人気なんですけれども、まあ、このアパレルは不定期に発売されるので、まあ、なかなかねちょっと購入することが、できないんですよ。でいろんなブランドともコラボしていて、例えばまあ一番有名どころで言うと、ガールズドントクライの、ベルディさんともコラボしていて、まあ、去年原宿でベルディデイみたいなイベントができてたと思うんですけど、まあ、その時にジャケットとか T シャツとか、コラボで発売されていて、まあ、今でもねプレ値がつくぐらい、すごい人気なコラボシリーズと、なっています。で今回購入したのが、その時に発売されていたジャケットの色違いのこちらのブラックを、購入しました。で今回クリエイティブドラッグストア単体の発売なので、まあ、特にコラボシリーズの、ジャケットではないんですけど、まあ、これもねすごい人気で、まあ、だいたい5分もしないぐらいで、全て完売しました。で特徴としてはこちら綿 100% 使用してるんですけど、まあ、ところどころね作りが面白い作りになっていて、まずねこの襟足の部分が、ベージュのコーデュロイ素材を使っていて、あとね、袖もめくると、ベージュのコーデュロイ素材を使ってたりとか、あとポケットもね片方ホワイトの、ポケットになっていて、クリエイティブドラッグストアのタグがついてたりとか、で胸元にはポケットが2つついてるんですけど、まあ、片方にはクリエイティブドラッグストアの、ロゴが刺繍でデザインされてます。でこちらね今ルーニーチューンズのピンズつけてるんですけど、まあ、これはね自分でつけました。で後ろにはね、すごいインパクトのある、こちらクリエイティブドラッグストアっていう、ロゴの刺繍が、でかくデザインされてます。まあ、クリエイティブドラッグストアが好きな方にはもうたまらないデザインだと思うんですけど、まあ、ストリートとかねそういうの好きな人にも、まあ、デザイン的にもねすごい遊び心があって、まあ、すごいおすすめな、ジャケットかなと思います。はい、ということでちょっと軽く、着てみたいなと思います。はい、着てみるとこんな感じです。で今回自分の身長が175センチの、こちら XL を着てるんですけど、まあ、着丈は少し、短めになっていて、まあ、だいぶね、身幅が、ゆったりしたデザインになってます。で今ねちょっと袖をめくって、こんな感じで着てみたんですけど、やっぱりねこのホワイトのポケットね、ワンポイントカラーがデザインされてたりとか、あとこのロゴもねクリエイティブドラッグストアのロゴとか、この襟の部分とかも全部含めてね、すごい可愛らしい、ジャケットかなと思います。で横がねはいこんな感じで、はい、後ろがね、こんな感じででかく、デザインされてます。で横が、こんな感じで、はい、全体的には、こんな感じになってます。まあ、中にねちょっと T シャツとか着て、少しね今の季節の肌寒い季節とかにも結構ぴったりな、ジャケットかなと思います。でボタン閉めるとね、はい、こんな感じになります。はい、どうでしょうか。でまあ袖をね元に戻すと、はい、まあ、こんな感じですね。まあ、めくってもねめくらなくても、まあ、どっちでもいいかなと思うんですけど、まあ、すごいね遊び心があって、いいジャケットかなと思います。で中にパーカー着ても、身幅が結構ゆったりした、デザインになってるので、まあ、そんなに窮屈なくね、
はい、こんな感じでちょっと寒い時は、中にパーカー着てもね、すごい可愛らしいデザインかなと思います。はい、このジャケットはね、ビムが実際に PV で、着用してるジャケットで、まあ、その PV をね、ちょっと見てた時から、まあ、絶対に欲しいと思ってたので、まあ、ちょっとね、定価はだいたい2万8000円ぐらいと、まあ、少しね、ちょっと高めなジャケットではあるんですけど、まあ、デザイン自体はね、すごい遊び心のある、デザインになっていて、まあ、ストリートファッションとか好きな方には、すごいおすすめな、ジャケットかなと思います。まあ、特にやっぱりストリートってあのヒップホップとかスケボーとか、そういったカルチャー色がねすごい強いと思うんですけど、まあ、自分もこのドラッグストア、もうクリエイティブドラッグストアを知ったのはやっぱりそのビブとかババとか、そういったラッパーがすごい大好きで、まあ、YouTube とかでいろんな曲をディグってみて、あれこの人着てるブランドなんだろうみたいな、そういう新しい発見もやっぱり曲をディグったりとかしないとわからないことなので、やっぱりね、そのインスタグラムとかただ見るだけじゃなくて、実際に音楽を聴いて、まあ、PV 見たりとかして、そういったところで、新しいまたブランドとかも知れるので、やっぱりね、そういう曲を聴くっていうこともね、すごい大事なことかなとは思います。まあ、こういうクリエイティブドラッグストアとか、まあ、なかなかちょっと YouTube で紹介してる人も多分少ないと思うので、またねこういうのも紹介できたらいいなとは思います。まあ、ちなみにこの CDS をねよく着てるアーティストで言うと、あのビッシュのセントチーロチッチさんは結構着てたりとか、あとまあ星野源とかキャリーパムパムとか、いろんなアーティストもね、実は着てたりとか、してるので、まあ、少しでもねちょっといいなと思ったら、ぜひちょっと YouTube でも調べてみて、音楽でもね、聞いてみてください。はい、ということで今回紹介したのが、こちらのクリエイティブドラッグストアっていうね、クリエイティブチームのような、ブランドのような、そういったものでした。ということで、本日の動画は以上となります。よければチャンネル登録と、高評価もよろしくお願いいたします。では本日もご視聴ありがとうございました。